じゃあ最後、一番最後です。7の段に行ってみましょう。7の段。7の段がなんで難しいかっていうと、読んでみたらわかると思います。読んでみようか。71が7、7214、7321、7428、7535、7642、7749、7856、7963。ちょっと言いにくい、ね。74とか。 7 7 7言いにくいので、ちょっとリズムに乗りにくいんやね。それと、今までのかけ算って、まあ9の段はちょっと違ったけど、でも9の段覚えやすかったよね。こういう。1増えて、10の位が1増えて、1の位は1減っていくっていう決まりがあったから、覚えやすかったけど、8の段とか、このお尻が0のやつ出てきてんな。これがあると覚えやすいんです。 その後ろの数、その後と前で、八六四二八六四二、このお尻の決まり方やねお尻の繰り返しの法則です、これは。で、六五三十またはここにお尻ゼロのやつおるから 6, 2, 8, 4, 6, 2, 8,、六二八四六二八四お尻揃ってるやんな。で、前の四の段も見てみると、四五二十のところで、お尻ゼロ出てきてるから、四八二六四八二六というふうに繰り返してます。 ちょっと数覚えやすくなるんよ。ただ、7の段は、ちょっとひねくれもので、お尻0にならへんねんな。な、ちょっと覚えに行くんよ。じゃあどうしたらいいか。ここは掛け算の決まりを、思いっきり使ってみよう。だって今まででも7の段以外全部やったから、全部これ言い換えられるはずや全部言い換えて書いてみるで。これちょっとやってないと思うけど、七一が七は因7、ン七。 一の段はイン七って呼びます。イン七が七。七に重四は二七重四やね。七三二十一は三七二十一です。七四二十八は四七二十八です。七五三十五は五七三十五です。七六四十二は六七四十二です。 これは全部やったよね。1の段、2の段、3の段、4の段、5の段、6の段です。7、7、4、9はこれはちょっとしょうがないわ。どっちらも7やから出てきていません。7、8、56は8、7、56やね。これさっきやった。7、6、63。ついさっきやった。9、7、63と一緒です。なので、まずはこれをちょっと頭に思い浮かべてみようか。 こういうふうに、因ン地が七、二死十四、三七二十一というふうに読まんでもいいけど、ここに出てくる答えは一緒なので、これが頭にしっかり入っていれば、こっちの七とか十四とか二十一、この数も出てきやすくなるはずです。なので、七の段、ちょっとなかなか覚えられへんなぁと思ったら、これをちょっと書いてみて、こっちを見ながら、これと一緒に覚えるようにしてみてください。これ七の段。 ちょっと難しいな、なのだ、覚えるコツです。オッケー。じゃあもう、あとは読んでみよう。七一が七、七二十四、七三二十一、七四二十八、七五三十五、七六四十二、七七四十九、七八五十六、七九六十三です。